ちは。こんにちは。これさ、ちょっとこっち見てね。はい。え、どこ？はい。よし。いや、ファンがいるから、ファンが。あ、ファンが。ああ何のファンかわからない。そうですね。ご両親横向けみたいな。私ずっと声で喋りましょうか。そうなあ。バカやろ、女子女子超えてんじゃん。違う違う違う。それでね、皆さんが喜んでくれるんであればね、2020年。お前これ服落ちない。大丈夫？あ、ちゃんと止まってるんですよ、ここで。ワンちゃん落ちる時ある。ワンちゃん落ちる時ね、ワンちゃん落ちる時あったら誰かが下から引っ張った時でしょうね。そうか。はい。ちゃんとゴム入ってるんで。どうですか？この透明のやつは何？あ、これはストラップです。あ、それで止めてるやつか。あ、それね、あの下着を止めてるっていうことです。あ、下着止めてる。そうです、そうです。あの下着つけてこないとまずいなと思って。いや、ものすごくあの、はい、黄色がないとさ、ちょっともう想像で、もんもんしてる人がたくさんいるから。あ、そうか。だから私、過去に去年出たものでは、下着をつけてないで出てるのもあります。いや、そんなこと聞いてない。あ、聞いてない。聞いてない。過去の動画遡っていただいてね、もう一回見直していただければ。あ、どの動画だったでしょうみたいな。そうです、そうです、そうです。いいね。いいね。いいね。さあ、今日は。はい、オフシーズンにかけて各球団が戦力補強したよね、はい、しましたね。それをちょっとまとめてみようと、はい、でそれを話してみようと、うん、まず巨人、まあ、巨人西武からですけれども、はいはい、なんといってもこのアンヘル・サンチェス投手、そうだね、はい、韓国やプロ野球で17勝、そうです、昨年 SK で山口の穴を埋めれるかどうかですよね、うん、これ昨シーズンだけに限って言うと、うん、すごい17勝5敗、うん、で非本塁打が2本なんですよ、うん、まあでもからくりがあるんだよね。そうなんです、ね、そうなんです、あの2018年が、打高投低でホームランがちょっとバンバン出すぎていたということで、あの韓国のプロリーグがちょっとその統一球というか球を変えまして、今年は、あ、昨シーズンは投高打低、まあまあ、ピッチャーの成績はね、そうなんです、ピッチャーは上がってるんですよ。だって韓国で最多勝を取った人が19勝1敗、はい、っていう投手もいるんだよね。そうなんです。でもそれに次ぐピッチャーでしょ、大体。そうですね、17勝5敗なので、うん、そうなんです。まあ期待を持てるよね。期待持てますかね。どうやっぱ韓国でやっぱ、まあ、日本とレベル的にどうかっていうとさ、はい、やっぱり日本の方が上なんだけど、うんうん、でも17勝をこう勝てるというのはさ、はい、まあ、そう簡単ではないよね。まあそうですよね、うん、だからすごく山口の穴を埋めるのに、はい、おそらく期待してるよね。そうですね、うん、あとネットの情報だと、はい、やっぱりこの受けるそのキャッチャーのリードによって変わってくるらしいので、その小林捕手だったりキャッチャーがのリードによって、まあ大城とかね、はい、まあ相性も見るだろう、見ると思うけどね、キャンプの時とかオープン戦の時にかけてね、はい、うん、まあ楽しみなピッチャーだよね。そうですね、はい、あと豊さん、あの、はい、ベネズエラ出身のヘラルド・パーラー外野手、はい、まあ、前ナショナルズで32歳で年俸1億6500万円とか。これはね、ちょっと YouTube とかで見たけど、はい、変化球に弱いんだよね。変化球に弱い、ちょっと落ちる系の低めの変化球を全部振ってしまうという、はい、ただ日本で伸びる可能性がある、身体能力は高い。あ、豊さんの好きな身体能力。いや、別に好きとか嫌いとかじゃないけど、まあ嫌いじゃないけどね、嫌いじゃないけど、はい、低めのボールさえ打たなかったら、まあなんとかなるかなっていうような、うん、高めには滅法強い。でもそこを投げないと思うんだよね、日本のピッチャーは。まあそうですよね、打たれると。コントロールいいし、だからそこら辺がちょっと懸念されるところかな。そうですね、日本の野球、セ・リーグの野球に対応できるかどうかっていうところですよ ね、 ね、はいはいはい、あと気になってる選手いますか。いやー、まあ育成契約で外国人2人を取ってるんだよね、はい、そうですね、ブルワーズの傘下、ツウェイでプレーしていたナティーノ選手と、うん、ツインズの傘下 1A で、だからまあここら辺は可能性に欠けたというところじゃないの。あ、分けてくれればいい。そうだね、だからまあジャイアンツで言えば、はい、投手のサンチェス投手とバーラー外野手、この2人だよね、この2人主だったところがね。そうですね、はい、じゃあ阪神タイガースなんですけれども、はい、まあ本当軒並み外国人ばっかりですね。唯一、はい、日本人はソフトバンクから獲得した中田健一投手、うん、中田健一はね、まだ投げれるよ。あ、投げれますか。投げれる、投げれる。
で肩も休ませてるし、はい、ソフトバンクでね、はい、まあ、出番がないというかね、うん、まあ、そういうところから、まあ、セ・リーグの野球も知ってるし、はい、中田はね中日から行ってるしね、はい、で甲子園というところを考えるとまだまだ俺はなんか使えるようなピッチャーになってきそうな気がする。うわ、見たいですね。見たい、本当に。あ、私見たいです。中日の時から好きだったので。ああ、そう、はい、もう一度活躍してるところ見たいです、ね、いや、だからまあ特徴とすれば、はい、とっ散らかるところはあるけどさ、うん、まとまった時にはすごい力を発揮するというね、はい、まあ投手だけどね、うん、はい、あとは韓国キウムから来るジェリーサンズ外野手、1年契約年俸1億2000万円ということで、うん、韓国から来る選手は割といいと思う、うんうん、でお金もこれだけ出してるわけでしょ、1億2000万、はい、だから相当こう活躍が見込まれて、まあ、期待されてると思うけど、あの外国人がちょっと分かんないね。そうですね、向こうでやってた選手がどうなのか。ただ阪神のその連れてくるピッチャー、はい、野手はあれだけどピッチャーはそこそこ投げる。あ、そうなんですね。お、じゃあインディアンスから来るジョン投手であったり、うん、あとは 3A ニューオリンズから来るジョー投手とか、うん、良さそうですかね、もしかすると。まあもしかしたらあのやっぱねスカウトの特徴ってあるんだよね。阪神が取ってくるその外国人のピッチャーって、はい、ほとんど活躍してない。あ、力があるし角度があるし、はい、で特徴があるしというところで、はい、だからハマってくるとすごい戦力補強になるよね。そうですね、うん、ただ野手は阪神のスカウトの目がどうなんだっていう。ああ、ま、守る方、うん、ちょっと活躍できてないよね。そうですよね、うん、今いる阪神の日本人のメンバーでやりそうではない。いや、それはちょっと弱い、パワーがない。ああ、まあ、そこはまだ弱いですね、うん、だからまあなんていうの、野手で取ったボア選手なんかものすごい期待してるんじゃない。ああ、確かに年俸2億ですもんね、うん、2億7500万、うん、高いね。高いね、本当にいいですね、日本来てもらえるまあ、阪神はそうだな、はい、まあ、投手は相当期待できる、うん、はい、注目したいです、はい、さあそして DeNA ベイスターズなんですけれども、はい、タイラー・オースティン内野手、ブルワーズの 3A で、はい、プレーしていた選手、1年契約で年俸1億円プラスできたか、うん、やっぱ思惑があるよね、セカンド、うん、ここにはまってくれたりとかすると、はい、すごく内野は安定するし、うん、やっぱ大和が、はい、あの打率でもう我慢ができなくなってる可能性もあるよね。うん、やはり3部隊の打率で大和がいるっていうことは打てる内野手、はい、まあ、そういうものをこう期待してるのかなという、まあ、もう一人取ってるよね、育成でね。そうなんですよね、フランディ・デラロサ内野手、うん、育成だ。まあ育成23歳ということを考えるとさ、はい、まあ、鍛えたらなんとかなるかなっていうような希望的観測はあるよね。そうですね、ただ外国人選手で育成で取るっていうのは、はい、うん、でも期限限られてるから、限られてる中で、うん、なんか化けてほしいなっていう思いがあるってことなの。まあ、その素質を見出せば、はい、置いとくよね、契約期間としてずっと契約していくよね、うん、だからまあ、外国人もさ、はい、日本に来て成長する人もたくさんいるから、はい、だから、まあ、教えたらなんとかなるっていう、うん、そういうなんか逆輸入みたいなのが、はい、最近入り出してきてるよね。あ、そうですね、うん、こっちで活躍して、そして向こうにメジャーに戻っていくっていう。そう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 、うん、だからそういう選手もたくさんいるからね、日本でね、はい、うん、昔もいたよね、阪神の、はい、なんだっけ、骨折して帰って向こうでホームラン打った、ホームランを取った大型扇風機とか言われて。ちょっと待ってください、大型扇風機、うん、なんだっけな、阪神のセシル・フィルダー。あ、フィルダー。あー、もうね、バットに当たらなかったんだよ、はい、日本で、うんうん、だけど、ちょっとコツをつかんで、はい、横浜スタジアムで3本連続打ったな、1試合3本打って、はい、後に2本ぐらいが場外だったんだよ、うん、当たりはすごいなと思ってたんだけど、アメリカに帰ってホームランを取ったからね。すごい、すごいですね。いや、だから
教えたら伸びる選手っていうのはたくさんいるよね、うんうん、だからまあ横浜もそういうことを期待して、はい、おそらく取ったんだと思うけどね、育成選手で外国人をね、うんはい、あとはやっぱり高城、まあ、高城だな、ねうん、高城が浜口を再生できるか、はい、浜口が高城を引き出すか、うんね、そういうところも見どころだよね。そうですね、はい、続いてヤクルトなんですけれども、まあ、ヤクルトで一番といえばあの前前楽天の島選手を取ったというところですかね。はいはいはい、まあこれは経験でね、はい、まあ、あのまだ34歳という意味ではコーチということでもないけども、はい、やっぱこう若手にものすごく刺激があるんじゃないの、うんうん、選手としてね、うん、そうですよね、ヤクルトの捕手、あとはピッチャーに対して、いやもうね、やっぱピッチャーだよ、うん、マット・クック、はい、ダイヤモンドバックスの 3A から29歳、うんはい、1年契約の年俸6050万そうだ、ねだはい、それから、オリオールズ、前オリオールズのガブリエル投手、うん、それに、ですかね、この2投手ですか、そうだね、ピッチャーね、ピッチャーだからまあこれはピッチャーが2人ハマってくれればさ、うん、思わっとすればいいんだけど、はい、ちょっと各球団から比べるとちょっと安いね。そうなんですよ、奥はいないんですよね、6050、6600とか、まあまあ、分かんないけどね、この実力が日本にはまるかはまらないかで変わってくるけど、はい、なんとなくこうパッと見る と、はい、ちょっと安く上げてるんだもん。そうですね、そんなところがあるけどね、なんかいろいろ球団としてもあるんでしょうね、お金の出せる出せないっていうで、エスコバの弟が取ってね、あ、エスコバの弟なんですね、弟だ、8800万で、内野手で、はい、こっちの方が男前だね。そこ兄貴怖いもん、あれお前夜中会ったら怖いよお前、歩いてたえどこでどうやって夜中会うせいやいや、あの角と角曲がった時にアナデスコバがパッと出てこられて怖いよ、引くよ、くまあ、出会うことはないと思うんですけど、うん、弟の方はいや、でも兄貴から情報は得てるでしょ、いろいろ、まあ、そうでしょうね、うん、だから、まあ、正しい情報を得てると思うし、はい、だからまあそこら辺では期待できるかも、かも、はい、じゃあ広島なんですけど、はい、広島は少ないですね、うん、今回取ったのは、はい、ピッチャー2人に外野手1人ということで、はい、テイラースコット契約金は1900万の年俸が5700万、はい、で DJ ジョンソン投手全ロッキーズ、はい、1650万、ホセ・ピレラ外野手全フィリーズで契約金3025万、広島が連れてくるピッチャーはいいですよね、いいんだよ、そうですよね、スカウトがいいもん、あ、そうなんですね、だから DeNA の時にやっぱこういいピッチャーが欲しいと、うんうん、で広島のスカウトっていうのは外国人なのね、はい、あの海外担当は、それが元広島の選手なわけよ、はい、でそこにコンタクトを取ってスカウトできないかなって、で出来高でこっちもお金を渡してっていう、だからスカウティングを頼もうかっていう話まであったぐらい優秀なスカウトがいる、あ、そうなんですね、だから広島側のそのスカウトが連れてくるピッチャーっていうのは確実に働く、うん、あ、じゃあこの二田投手も、うん、可能性はある、ね、ありますよね、しかもまあ、 あのお手頃な価格といったら変ですけれども、いや安くて使えるやつ、うん、これはもうまあ、美味しいって言ったら変ですけど、いいですよね、いい、だからすごく広島のピッチャーというのは期待してるし、はい、広島のピッチャー投手陣が揃うとさ、やっぱ怖いよね、ですよね、まあ、優勝候補の一角になってくるよね、はいはい、そして中日なんですけれども、中日はね、やっぱキューバとか強いですから取ってくる、いやー安くそう取ってきて、いいの取ってくるよ、そうなんです、これはやっぱり前監督の森、はい、森重さんがずっとこう道を作ってきているよね、そういうルートですよね、だから安くて働けるやつ、うん、で真面目なやつ、性格まで調べてくるから、すごいで、日本に合うか合わないかっていうのを見極めてくるから、はい、確実にですもんね、そう、でもやれば報酬的には上がるよっていうこともちゃんと伝えてるから、はい、やっぱこう居心地が良くなるよね、日本がやれば上げてくれるという、うん、だからみんなトップピッチャーだけど、あそこもピッチャーが揃うとやっぱり、ね、いいですよね、まあ、もう22歳の若い子のキューバのヤリエル・ロドリゲス投手なんて、ヤリエル・ロドリゲス投手言います、結構
ロドリゲスでしょ。なんでヤリエルを言わないんですか。ヤリエル・ロドリゲス。結構難しいな、意外と。難しいですよ、これね。ラリルレロがいっぱい出てくるんで、22歳で、ね、まあ、育成契約だよ ね、はい、ね、育成契約は、ね、してるけど、うん、よかったらすぐ選手契約する。中日、うん、わー、これちょっと楽しみですね。まあ、まだ22歳だから焦ることもないもんね。そうですよね。まあ、でもキューバの選手っていうのはやっぱりこうバネがあってしなやかで力があるよね、うん、だから楽しみだよ、これはね。そうですよね、はい。以前ね、横浜というか DeNA に来てすぐ帰っちゃった。また、ね、兄弟ね。兄弟、なんだっけ。そう、出てこない。そうそうそう。兄弟、今、世界一になったんですか。そうそうそう、亡命するしないので問題で。亡命したんでしょ。しました、しました。あ、なんだったっけ。名前も出てこないっていう、もう。いやいや、名前出せよ。何でしたっけ。台風が来たからって飛行機に乗らなかったんですよ。そうです、契約の前。沖縄行くのに台風が近づいてるから行かないって言ったやつでしょ、はい、俺は飛行機嫌いなんだって。お前キューバでどうやって帰るのって。手こきか結構かかりますけれどもね。あ、グリエル、あ、グリエル、うん、もうほんと入れ替わり立ち替わりあるするから忘れるな。そうですね、年のせいか、お互いお互いそうでしょうね。ファンの方はみんなもう分かってらっしゃいますもんね。もう絶対もう何やってんだよっていう思われて、思われてますか、ね、でもそこは編集でカットいや、見たらどうしましょう、編集されてなかったら。ざまみろみたいな。今、そうですよね。そんな視聴者ざまみろなりますけどね。まあ、おかえり。一旦これセリーグ、今、ね、はい、はい、お届けしましたけれども。まあでも、各球が思惑がね、うん、分かる。チーム事情。まあ、でもやっぱこう、野球だなと思うのは、うん、どこもピッチャーを補強するよね。やっぱピッチャーがダメなんです。まあそうだね。まあ、その中で、まあ、巨人はオフ目立たなかったけど、あの韓国の17勝してるピッチャーがちょっと気になるね。気になりますね。あそこがハマってくるとやっぱジャン強いなって。ハマらなかったら苦しいと思うけど、そこちょっとキーになりそうですね。そうだね、はい、はい。